ですよ。繰り返してるんだから一定の意図は当然ありますよ。あ、はい、思いがある。チームとして少なくとも、うん、あの本人たちではないかもしれないけど所属事務所も合わせたチームとしては一定の意図があると思わざるを得ないですよ。これで意図があってやるんやったらもっと分かりやすくやると思うんです。いや分かりやすいじゃないですか。いやなんかただのファッション雑誌に帽子一回かぶって出ただけでツアーグッズとして出してんやったらなんかすごい意図あると思うけど、ほんで謝罪して写真削除してるっていうのは意図的じゃない。いやあの日本に対する反感っていうのは韓国の国民感情、まあ一定程度4割なのか6割なのか分かりませんけど、かなりの部分であの日本に対するその反感を持ってますから、うん、だからあれは韓国の国民に対しては直接受ける、うん、4割か6割か分かりませんけど受けることなんですよ、うん、これ日本が重大な被害者になったのは原爆ですからね。ナチスに関してはどうなんですかね、はい、ナチスに関してはどうなんですか。ナチスのことはよく分かんないですよね。ただ謝罪してるところを見るとそこは韓国の国内でも批判されたからなのかなと、うん、でこちらについては韓国の国内で特に大きな問題になってないでしょ。これは国民の韓国の国民感情に結構寄り添う内容になってるんですよ。そう日本のでそれでも日本でものすごい成功しましたよとツアーが、それが韓国の人たちにとっては流入を下げるというそういう関連性があるように思われますね、うん、ただねそのまあ、そういうこと側面もあるかもしれないんですけれども、もしこういうもので受けるっていうことを狙ったとするならば、その狙ったこと自体が私は非常に不愉快だし配慮に欠けると思いますよ。だってどれだけの人が命を落としててるかってことを考えたら、そういうこと、こういうものを T シャツや大体ジャンパーの、あのネタにすること自体が私は不謹慎だと思います。不謹慎極まりないですよ、もちろん。でもこれね、はい、その彼らがデザインしたものじゃないと思うんですよ、はい、ほんで多分その着てた T シャツに関して言ったら普通に考えたらスタイリストさんが用意して事務所が持ってきたものを着るのが繰り返してるんで、うん、これはチームとしては絶対いいと思う。だからその意図したか分かんないけど、事務所全体のチームとしては意図しなければこんなことしないです、絶対に。でも人間の行動を考えてる着る側としてね、大人なんだから歴史も学んでると思うし、だったらば